クリストフ・ヤーコブ・トロウークリストフ・ヤーコブ・トロウーは、ドイツの医師、植物学者である。医学雑誌を刊行し、国際的な学術のネットワークの形成に貢献した。バイエルン州のラウフ・アンデア・ペグネッツに、薬剤師の息子に生まれた。個人教授から学んだ後、アルトドルフ大学で医学を学び、学位を得た後、ドイツの大学、スイス、パリで研究を続け、 パリには13ヶ月滞在し、有名な教授の下で学んだ。その後オランダのライデン大学でも、ヘルマン・ブールハーフェの下で学んだ。故郷で医師を開業した後、1720年に、ニュルンベルクの医学校の解剖学の教授などを務めた。1927年にはドイツ科学、アカデミー・レオポルディーナの会員に選ばれた。1731年に、医学雑誌、 コメルシウム・リテラリウム・アドレイ・メディッシニー・サイエンティー・ナチュラリスを創刊し、15年間の雑誌の刊行を通じて、ヨーロッパの有名な学者との国際的なネットワークを築いた。トロウと2000人ほどの学者との間に、やり取りされた2万近い手紙、原稿のコレクションが残されている。1748年に、イギリスの王立協会の会員に選ばれた。 いろいろな分野で収集した自然科学の資料は1768年にアルトドルフ大学に残され、1809年にアルトドルフ大学が閉鎖されるとエルランゲン大学に移された。カール・フォン・リンネによって東大グサカの俗名、トゥルーアが設けられた。ドイチェビオグラフ・トゥルー、クリストフ・ジェイコブ手紙コレクションの記事、トゥルーは植物の学名で命名者を示す場合に、 クリストフ・ヤーコブとロウを示すのに使われる。ありがとうございます。